皆さんこんにちは。 SAP ジャパンの川田と申します。本日は SAP ビジネステクノロジープラットフォームソリューション解説ということで、 SAP HANA クラウド仮想データアクセスについてご紹介してまいります。この SAP HANA クラウドとはですね、 SAP HANA インメモリーデータベースをクラウド上で提供するというサービスですけれども、このオンプレミス環境での SAP HANA をですね、クラウド環境上で利用するにあたって、いくつかの機能強化を図っています。その中の一つが仮想データアクセスになりますが、このトピックについて本日は詳しく説明していきたいと思います。まず SAP HANA といえば、ですね、インメモリーデータベースということで、すべてのデータをメモリー上に展開するというのが基本的な使い方ではあるんですが、この仮想データアクセスというのは、この SAP HANA クラウド上に仮想のテーブルを作ります。であたかもこの HANA クラウド上にテーブルがあるように見えるんですが、実際にはリモートのデータソース、例えばリモートシステムにあるオラクルデータベースであったり、スケールサーバーであったり、はたまたクラウドのデータソースだったりというものですね。これらに対してリアルタイムデータ連携、仮想データアクセスというような機能を準備しておりまして、アプリケーションから見てですね、この仮想テーブルにアクセスすると、あたかも HANA クラウド上にテーブルがあるように見えるんですが、リアルタイムにリモートソースに対してアクセスするというような仕組みになっています。ただ毎回毎回このデータアクセスするタイミングでですね、リモートシステムにアクセスすると、性能面で懸念があるんじゃないかといったような、ところもありますけれども、そういう時にはですね、スナップショットという機能もあります。このリモートソースのデータをある一時点のデータですね、これを実データとしてこの SAP HANA クラウド上に保持するというものになります。である一時点のデータということなので、例えば1日1回もしくは1時間に1回リフレッシュするというようなことが必要になってきますが、よりリアルタイムなデータが見たいと、例えばリモートシステムの方でデータが更新されたら、すぐその反映されたデータを見たいといった時には、レプリケーションということでレプリカを作ることも可能です。でこの SAP HANA クラウドの優れたところなんですけれども、これらの仮想テーブル、スナップショット、レプリカをですね、 SQL 文のスイッチ一つで切り替えることができるというのがですね、当然ながらアプリケーションから見れば一つのテーブル名なんですけれども、裏側の仕組みでこれらを切り替えることが可能になるといったところになります。でキーのテクノロジーとしてはスマートデータアクセスというもので、主に SAP のデータベースもしくはクラウドデータソースにアクセスするときに、このスマートデータアクセスという機能を内部的に使っています。でもう一つのテクノロジーとして、このスマートデータインテグレーションという機能なんですけれども、これは主にオラクルデータベースだったり、SQL サーバーだったり、他社のデータベースと連携するときにこのスマートデータインテグレーションが使われるというものですね。でまたこの画面右上にありますけれども、ETL のような形で、ちょっとしたデータの加工だとかデータのマージだとかですね、クレンジングを行うことも可能です。少し技術的に、補足しますと、この SDI スマートデータインテグレーションを使うときにはですね、このリモートソースの間に DP エージェントと呼ばれるエージェントを1台サーバーを立てていただいてですね、インストールする必要があるといったところが注意ポイントになりますので、頭の片隅に置いていただけたらと思います。はい、本日は概要レベルのお話になりますが、より詳細な情報に関してはですね、こちらのブログの方に技術情報を掲載しておりますし、その他の関連技術情報はこちらのブログの方にもまとめています。でちょっと試してみたいというお客様、パートナー様に対してはですね、フリートライアル無償で使える SAP HANA クラウドの環境も準備しておりますので、ぜひこちらの方も合わせて使っていただけたらと思います。また関連した情報はこのムービーの右上のポップアップ、もしくはこの動画の概要欄の付属情報のリンクですね、こちらの方を見ていただいて、さまざまな情報を入手していただけたらと思います。はい、短い時間ではありましたが以上になります。ご視聴ありがとうございました。